どうもトキです。今回は今野早攻略していきたいと思います。今野早の彼女ファイルがこちら。この子の彼女ファイルで注意してほしいのが、彼女ファイル2つ目の一番最後の感染イベントが他の子と発生の仕方が違うので、そこは注意してください。で、彼女ファイル3つ目の指輪の入手方法も他の子と違うので、そこも注意してください。じゃあ早速出会っていきます。で、この選択肢はどっちでもいいです。で、このイベントは本拠地にいる時の、1日の一番最初のイベント、マイベーで発生するイベントになっているので、まあ、試合スキップとかしててもおそらく発生すると思います。で、次月日が経つのを待とうということで、これもさっきと同じく本拠地にいる時の前イベで発生するイベントになってます。はい、で、次がスミオに連絡して彼女と出かけようということで、スミオに電話するとハヤと出かけるっていう選択肢が増えてます。で、これを選択するとイベントが発生するという感じになってます。で、ここで注意してほしいのが、この一つ前の頼まれてくれないかっていう彼女ファイルをクリアしたその同じ日に電話をしても選択肢は増えてないです。なので日付を変えてから電話するようにしてください。で、まあ、これは何でかっていうと、1日にクリアできる彼女ファイルっておそらく1つまでだと思うんですね。なのでその使用上、選択肢が増えてないという形になっていると思います。で、これはどっちでも大丈夫です。はい、最後スミオに連絡して彼女と出かけようということで、電話してください。これはどっちでも大丈夫です。これもどっちでも大丈夫です。はい、で、彼女ファイル2つ目の一番最初、月日が経つのを待とうということで、これは時間経過で発生するイベントになっているので、待ってください。で、これも本拠地の、朝前イベで発生するイベントになっているので、試合スキップしてても問題なく発生すると思います。で、次が街でデートしようということで、まあ、これは街でデートすればイベント発生するんですけど、これさっきのスミオに電話したのと同じことが起こりうるので注意してください。この彼女の悩みっていう彼女ファイルをクリアした同じ日にデートしてもイベントは発生しないと思うので、そこだけ注意してください。で、これはどっち選んでも大丈夫です。で、次公園でデートしようということで、公園でデートしてください。
はい、で最後彼女になると観戦に来てくれるかもということで、ここがちょっと他の子と変わってます。他の子は彼女になって試合をプレイするとたまに観戦に来てくれるんですけど、この子の場合は観戦に来てくれないです。観戦に来る前に朝にイベントが発生します。でそのイベントで応援に来てほしいっていう選択をすると、観戦に来てくれるというような流れになってます。ただこれ実は50回ぐらい試して1回も来なくて、である方法を取ったらまあ来てすぐ来てくれたっていうのがあって、でまあその方法っていうのが寮に住んでることですね。だから家を買った状態で50回試しても1回も来なくて、でやり直して寮に住んでる状態でやると、まあ割とすぐ来てくれたので、まあどうしても来ないってなったら寮をおすすめします。はい、ということで、告白していきます。でなんで寮っていう条件があると思ったかっていうと、ここのイベントが起こる背景が寮なんですよね。この背景が寮だから、寮に住んでないとこの背景って多分起こらないのかなと思ったので、どうしても起こらないって人は本当に寮をおすすめします。はい、じゃあ彼女ファイル3つ目の一番最初、デートに誘ってみようということで、デートに誘うとイベントが発生します。次は彼女ファイルないんですけど、デートでどこでもいいので行ってくれればイベント発生します。はい、でここまで進めると奥行きから指輪の情報をもらうことができます。でこれ見逃しがちなんですけど、彼女の親戚から話が聞けるかもっていうことなので、スミオに電話かけます。すると指輪について聞きたいっていう選択肢が出てくるので、これを選びます。でここからまたもう一度スミオに連絡すると、指輪を入手することができます。はい、じゃあ指輪入手したのでプロポーズしていきます。はい、でこの状態で12月24日に行くと結婚式のイベントが発生します。はい、こんな早くこんな感じです。頑張ってください。終わります。